皆さん、こんにちは。女優や歌手として活動していた石田あゆみさんを知っていますか？テレビドラマ松本清張ドラマスペシャル夜行の怪談や松本清張スペシャル疑惑映画時計アデューリベールやマンハッタンキスなど有名な作品に多数出演している彼女ですが、激痩せした理由や病気のこと、結婚歴や萩原健一さんとの離婚の話、彼女の現在について気になっている人は多いでしょう。そうした話題について詳しく解説しますので、気になる人はぜひチェックしてください。石田あゆみさんは1948年3月26日生まれです。長崎県佐世保市の出身で、1960年から芸能活動を行っています。石田あゆみさんは4人姉妹の次女として生まれました。実家は大阪府池田市で3代続いた喫茶店富士屋とパン屋を経営していたようです。5歳からフィギュアスケートを始め、選手としても活躍し、さらには児童劇団でも活動し、友達劇場で泉田幸雄さんの指導を受けていました。この頃から石田あゆみさんは芸能界で活動することをイメージしていたのかもしれません。1961年、梅田コマ劇場で初舞台を踏み、1962年、中学生で上京します。同年4月20日そのブックス社より「そのシートで夢見る恋」を本名の石田芳子でリリースし、その後も本名名義で「そのシート」を何枚かリリースしています。1964年4月に石田あゆみに改名し、日本ビクターから「ねえ聞いてよママ」ってアイドル歌手としてデビューを果たします。同年から翌1965年にかけては「7人の孫」に出演するなど、劇団出身の演技力を生かして歌手と女優の二足のわらじで芸能活動を開始し始め、徐々に石田あゆみさんの名前は知れ渡っていくのです。デビューから4年間は23枚のシングルを発表しましたが、歌手としては2枚目のシングル「幸男くん」が5万枚程度の売り上げを記録したのが最高で、その後は大きなヒット曲に恵まれることはなく、また女優としての仕事が忙しくなってきたこともあり、歌手活動は停滞してしまいます。しかし歌手活動に専念し、イメージチェンジを図るために1968年6月に日本コロンビアへ移籍し、同年12月に発売したシングル「ブルーライト横浜」をリリースします。この歌が翌1969年初頭から大ヒットし、同年2月10日にはオリコンチャート週間1位にランクインしたのです。累計なんと150万枚を超える売り上げを記録するミリオンセラーとなり、同年の年間チャート第3位にもランクインし、歌手としての石田のイメージを確立したのです。石田あゆみさんは同年末の第20回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たし、ブルーライト横浜を熱唱しました。歌手としても大成功を収めた石田あゆみさんですが、彼女は1980年に証券の愛称で知られる俳優の萩原健一さんと結婚しました。しかしわずか4年後に離婚しています。石田あゆみさんと萩原健一さんとの熱愛が報じられたのは1978年3月のことです。1977年にテレビドラマ「祭り囃子が聞こえる」で共演し、交際がスタートしたようです。ただ当時の萩原健一さんはモデルの小泉ひとみさんと婚姻関係にあり、2歳の娘もいたため不倫をしていたことになります。そうしたこともあり、石田あゆみさんは母親から結婚については反対されていたようですが、彼女は諦めませんでした。そして2人はおおよそ1年間同棲生活を送り、1980年4月ついに結婚に至ります。結婚後、石田あゆみさんは女優業を休業して家庭に入り、夫を支えることになりましたが、1983年4月萩原健一さんが大麻所持により現行犯逮捕されてしまうのです。リビングのテーブルの上に大麻樹脂が置かれており、ちょうど帰宅した萩原健一さんに手錠がかけられた瞬間だったようで、石田あゆみさんは泣き叫んで
その場に崩れたようです。萩原健一さんは懲役1年執行猶予3年の判決が下りましたが、石田歩美さんは見捨てることはありませんでした。しかし当の萩原健一さんは執行猶予となった後、お酒に溺れるようになっていき、1984年には飲酒運転でバイクをはねてしまい、罰金8万円が課されてしまいます。さらに同時期に女優の藤間莉子さんとの浮気の噂が流れ、石田さんはついに限界を迎え離婚を決意します。そして女優業に復帰することになりました。2019年3月に萩原健一さんが亡くなると、石田さんは所属事務所を通して「ご冥福をお祈りいたします」とコメントを出しました。ちなみに石田歩美さんと萩原健一さんとの間には子供はいませんでした。また石田さんは萩原健一さんと結ばれる前、森進一さんに憧れていたと噂されています。この噂が流れたのは1969年2月24日に生放送された歌番組「夜のヒットスタジオ」が発端になります。コンピューター恋人選びというコーナーで石田歩美さんの理想の恋人を占った結果、森進一さんが選ばれました。石田歩美さんは感激したらしく、直後に森さんの前で「ブルーライト横浜」を歌っている途中でなんと泣いてしまったのです。泣いてしまい歌詞を間違えてしまい、恥ずかしがる石田歩美さんの涙を森進一さんがハンカチで拭いてあげるという場面もあったのです。こうした場面以外は特に噂となることはありませんでしたが、実際にこの場面を見ていた人は二人は付き合っているのではと思ったのではないでしょうか。石田歩美さんは現在激痩せしていることで心配されています。もともとスリムな体型ではありますが、噂では32キログラムしかないとも言われています。実は石田歩美さんは若い頃から体重は37キログラムほどを維持しているようです。これは女優としてのプロ意識の高さから来るものだと思われます。若い頃はスリムというイメージになりますが、すでに75歳になっている彼女はどうしても痩せすぎに見えてしまいます。そうなるとやはり気になるのは、石田歩美さんは病気を患っているのではないかということです。中には彼女は拒食症ではないかとも言われていますが、そうした事実はないようです。単に女優意識として体重をキープしていると思われます。ただ石田歩美さんの激痩せは女優として体重をキープしているからだけでないとも言われています。彼女は若い頃地方での仕事が多く、寝台列車で寝泊まりすることも多かったようです。なかなか寝れないこともあり、睡眠薬をコーヒーで流し込んで無理やり寝ることもありました。そうした生活から1日3食しっかりとることも少なくなり、痩せていったのかもしれません。病気とまで言えませんが、悪い生活習慣により痩せる体質になってしまったとも考えられます。もしそうしたことが原因で痩せているなら、これから今よりも太ることはないかもしれません。石田歩美さんは現在も女優として活動しています。昔に比べるとメディアへの登場は減ってはいますが、これからも何らかの場面で登場する可能性は高いです。今後どういった情報が彼女から発信されるのか、みんなで注目していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。